私は数年前、市内のスイミングクラブに通っていました。その頃私は結構本気で水泳に取り組んでいたのです。水の中で泳ぐのって本当に気持ちが良かった。あんなことがなければ。よーし、これだ。あれ、マリプ、マリプ、早く、マリプってば。よいしょ、聞いた？タイム2秒も縮まったって。誰が？ユリ。嘘。やったじゃん。いいよね、大会とかでそんな記録出たら。まあ大会は別だからね。あー、もう腹ヘリヘリ。今日寄ってく？マリプどうする？ごめん、先来ててくれる？私ちょっと。あ、どうだ、気をつけてな。ん、どうした？お話伺いますか？だからさ、プッシュの時に手の親指が軽く太もものとこに当たるように癖をつけるんだよな、言ったろ。で、逆に中盤からは頭も上がる癖をなんとかすれば大丈夫だからさ。はい。心配しすぎなくたって大丈夫だって。大会ってのは数出ないと自分の実力がそうそう出せるもんじゃないからさ。わかりました。さて、こんな感じでいいかな。あ、ありがとうございました。失礼します。死んだ子いんだって。このクラブで？そう、カバシマクラスだったんだって。じゃあ私なんかも先輩なわけじゃない。なんで死んだの？それがさ、後で聞いたのですが、私の体験した恐ろしい出来事の原因を友人たちは知っていたのです。だけどこの時私はコーチと二人っきりで話ができたということがとっても嬉しくて、そんな気配すら感じることはなかったのです。